カフェステラと死神の蝶。なんか文句ありそうな顔。まあ言いたいことはわかるよ。結局前のとそんなに違わないんじゃないかってことでしょ。バレンタイン用のケーキって誰かと一緒に食べるんじゃないかと思ったんだよね。だから食べてる時に話を膨らませるようなドッキリをね、仕掛けてみたわけだよ。あ、そうそう、そういうこと。あと、キスじゃないもん。今のは口元をきれいにしてあげただけ。ソースがついてたよ。そういうこと。食べやすさとか重視するなら前の方がいいんだけどさ、誰かと食べるならこういうのもいいかなって。